ここで終わらないのが柳沢である。後半37分、キーパーにプレッシャーをかけミスを誘い、見事にボールを奪う。柳沢とゴールの間には誰もいない。柳沢のゴールを阻む奴は誰もいない。しかし天才が選んだプレーがこれだ。ボールは絶妙なコースでゴール枠外に吸い込まれていった。時間差で転がる柳沢、しばらく倒れたまま大きく呼吸をしている。立ち上がった後も謎のこの表情。これら込みでの作品である。柳沢はかつてゴールだけがフォワードの仕事じゃないと言ったことがある。きっとこれは敷かれたレールを走るな、枠からはみ出せ、みんなと違ったことをしたっていい、一人一人がオンリーワンなんだ、というメッセージだろう。一つのプレーからここまで強いメッセージ性を生み出すとはさすが柳沢である。この日、柳沢は逆ハットトリックという金字塔を打ち立てた。